さあ、ということで、伊達の大喜利ガンダマ侍でございますが、12月8日から毎週火曜日、やったやった、19時から生配信というのが決まりまして、ありがとうございます。さあ、その栄えある、まあ、リボンの1回目でございますね、2020年12月8日火曜日19時配信予定のお題でございます。お題はこちら、美少女戦士ガンダマムーン、月に変わってお仕置きをが言えない、え、これに代わるセリフをお願いしますというふうに、はい、これがポーズですか、ポーズか、こんな感じでということでね、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、締め切りは、はい、2020年12月6日日曜日中です。メールまたはツイッターでハッシュタグをつけてお待ちしております。はい、そして生配信でございますから、この会場ね、ちょ限定6名ほど、ソーシャルディスタンスを保ちつつですね、はい、見ていただけるっていうですね、枠がございますので、はい、ぜひ詳しくは SNS のよろしくお願いいたします。というわけで、2020年12月4日から毎週火曜日19時からの生配信ガンダマ侍、よろしくお願いします。先コンコンザオのキツネ村、コンコン楽しいキツネ村、コンコンみんなでキツネ村、今度の休みはキツネ村、ヤッホー、コンコン楽しいキツネ、大自然の中でキツネたちが放し飼い、雨の日でも大丈夫、宮城蔵王キツネ村、みんな待ってるぜ。